はい、どうもこんにちは。裏切りマンキーコングの藤です。たらなげちゃうよ。はい、というわけで本日は、ポケットモンスターソードバージョンエキスパンションパスの実況やっていこうと思います。さあ、来ましたよ。待望のダウンロードコンテンツ。はい。こちらの方がですね、ストーリーモードにもストーリーがちゃんと追加された上で、ポケモンがいっぱい増えてる。ポケモンが増えてる分はただのアップデート。で、こっからストーリーの部分っていうのは、このダウンロードコンテンツですね。これ、DLC っていうのがポケモンにあったのかどうか僕知らないんですけど、これちょっとね、かなりワクワクしますけども、ちょっとね、まあ、一個申し訳ないのが、久々です、すごく。はい。久々な顔ぶれでございます。よろしくお願いします、本当に。はい、では行ってみましょう。秘宝です。私、すごく、テンションが上がってたんですけども、夜からだそうです。夜だそうです。何時か分かりませんけど、夜だそうです。なんで、私がポケモンのアップデートが入ってからやってなかったことを今ちょっと消化して、その、鎧のことに行くための準備をちょっと先にやっていこうと思います。はい。というわけで、まずはその1。はい。これはね、皆さんやってると思います、多分。すいません。僕がやってないんでやっときます。ヤドンを捕まえる。はい。これですね。あ、これだ。おお、あ、いるのかも、すでに。そっかそっかそっか。はい。というわけで、ああ、鎧パスの方。ああ、なすごい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 。あれ、すっげえ、グイグイいくじゃん。はい。ああ、すごいすごい。もうしっかり持ってるんだから、すごいね、この、なんだっけ、名前、この人。あ、クララさんです。クララさん。はい。クララさん、もう、目元の暗さと言ったらですよ。はい。このイベント、すみません、僕見てなかったんで、ちょっと見ておきます、これ。いやー。かわいい。いやー、あーじゃないんですよ。頭ね、これ頭がちょっと燃えちゃってますけど、今回のヤドン、ガラルヤドンでございますけども、あ、ヤドンだ。また鎧塔から乗り継いできちゃったか。いや、すげえな。何回も乗り継いでんの。賢いんじゃない？じゃあ、アホじゃなくて。まあでもヤドンってね、アホじゃないですからね。アホか。アホだわ。じゃあ、なんかね、エスパー能力を引き秘めた天才だけど、ちょっとのんびりさ。なんでそっち行ったの今俺。なんでこれ。この人が一番びっくりしてる。はい。いや全然ガーヤドンに対して興味も示さないし、強靭な精神の持ち主。クララさん、ガラのヤドン見るの初めて、頭の色がカレーっぽくて超絶キュートだよね。いいね、この最後の一文字がカタカナになるの、かわいいな。まあ、でもちょっとね、斎藤ちゃんがいるからな。斎藤ちゃんいるんだけどね、やっぱプロポーションがちょっとね、この人かなりね、レベルが高いですね。レベル60ぐらいいってますよ。ちょっとそこはね、評価してしまうところなんですけど、ちょっと お兄さん、肩取りお兄さん、こっからね、こう、ぐーって、ひげがね、はい、一周してますけど、はい。横気味味わいたいのがたまに何匹か来ちゃうんだ。あー、だから、結構ね、なんか、いいやつだよね。で、おちょ、俺持ってたっけな、ちょっと待って、自転車じゃなくて、モンボさすがに持ってるの。そんなに俺何も持ってきてなくないよな。一応捕まえながら言ってたから。あー、全然持ってる。よしよし、じゃあ、ちょっと行きましょうか。ヤドン、はい。やー、はい、どうも。ああ、そうです。ああ、全然敵いない。はい、改札に偽って、他のお客さんが困っちゃう。いや、それはお前の仕事だろ。なんでそれなんか俺が今からやろうとしてんだ。はい。重くてどかせらない。それ用意しとけって。ああ、また乗ってきたんだとか言うなら。お前な、ヤドンの気持ちになれ。やーん。いや、嫌がってるじゃん、ほら。勝負入れますか。え、でもさ、俺、ちょっと切り刻んとヌメラしかいない。どや？はい。あ、でも、泣き声はね、そのままだよ、ね。さあ、切り刻ん。いくぜ、じゃあ切り刻ん。12点。お前。じゃあ、ヌメラに変えようかな、むしろ。ヌメラにして、一発殴って、いや、なんならもう一発目いっちゃうか。だって、俺持ってっからね。持ってなかったら、クイックボール、クソ。あーた、クイックボール。はい。もう、これいっちゃいいのよ、これで。ピューン、はい、来た。はい。ストレート。肘で投げたからね。はい。はい。これですよ。まずはクリティカルでね、ヤドンゲットして。はい。ゲットしてなかったんで。はい。すいません、それに関しては。それに関してはごめんなさい。はい。してなかったんで、しておきましょう。そして、お。ヤドンが手持ちに入って、あ、そうか、手持ちカルパワーもね。はい。快適なスペースは保たれたよ。これ毎回やってんのか、お前。もしかして。来たトレーナーに。だから俺が行かなかったらクララさんが乗ってたんです。クララさんすごいな。これだいぶいろんな筋肉使ってこの立ち方を維持してる。はい。あ、キャ、すごい。君の宿の捕まえがとってもかっこよかったよ。すごいな、これ。ちょっと魔性だな。こんなん若い男の子がこれ聞いたらちょっと、キーってしちゃうな。はい。お客様の鎧パス。確認できました。はい。列車にお乗りください。
いいな、ちょっと俺も行きたいな、それ。はーい、鎧パスくれよ。はい、鎧取ったことで珍しいポケモン捕まえたり修行したりするの。結構ふわっと言ってるな。はい、会えたら会おうね。それじゃあバイバーイ。あ、すごい、会えたら会おうねって俺鎧島に行くなんて一言も言ってないのに。なんて出会いを大事にする女性なんだ。さあ、で、私はこのまま、このまま行けないの？鎧島行けないな。ちょっとお兄さん、さっきのお兄さんどっか行くなよ。これ買い物なの。チャンピオンだぞ俺、そういえば。セットは今自分で。チャンピオンだぞ俺は。何度してくんないの？ああ、じゃあちょっと、ちょっと待って待って。いや、まあ、じゃあ、まだまだ鎧島はじゃあやっぱり夜なんですね。夜配信ですね。配信来たらいけるってことですね。なるほど、なるほど。見ましょう。せっかく来たからね。さあ、ヤドン。はい、強さを見る。やで、特性食いしん坊。あ、食いしん坊だ。はいはいはい。泣き声、妖怪液、あくび念力。いや、全然炎覚えてない。え？炎だよね、タイプ。あ、違ったっけ？エスパだけだ。あ、炎じゃねえんだ、これ。俺、炎だと思ってた。なんか頭からなんかこう、この、なんか燃えちゃったんじゃなかった？確かこれ。昼寝を良くする。いや、それはもう見た目でわかるよ。あ、そうなのか。毒か。毒を覚えるなってのか。なるほど、なるほど。そう、ヤドランもね、出てますよね。ガラルヤドランの姿も。はい。ちょっとこれはね、また、鎧のことを言ったら、このいろいろ見れると思うんで、ヤドンの部分、ヤドランの部分は。で、あと、いろいろ増えてるのが、多分、巨大マックスができるようになってるよね。あれの。あやつの。ランダーオブザゴリ。はい、ゴホホ。はい。まあ、彼こそがもう僕のね、旅パ。旅パの、よいしょ。もう、オサであり、そして、私の、真の相棒。はい。真の相棒です。はい。で、回り回って、いろんなね、もう、一応僕、なんかこう、ネットの対戦もしっかり、体験させていただきまして、その際にいっぱい手に入れて、そうか、人影とかも全然、あれしてなかった、強化してなかった。で、ヌメラ、なぜかね、ヌメルゴンにハマってヌメラいっぱいいますけど、もうちょっと、旅パをちょっと一応再現しよう、旅パを。はい。こんな感じだったと思います。はい。でもね、いや、なんかやっぱ、こう、見てたら、あ久しぶりってね、顔ぶれがちょっといっぱいいて、なんか多分二度見とかね、最後の方いなかったんだけど、多分ね。でも一応、すごい活躍をしたのを覚えてるから、はい。二度見はちょっとね、戻ってきました。まあ、たくさんね、いましたけど、いっぱい、私と、なんかいろいろ共にした、いろいろ共にした人が、いましたけどね、そう、いろんな中で、キャラグリとかもね、二世がいるんですよ、二世が。でもこれね、一緒に連れたのはこのキャラグリ。はい。こっちのキャラグリ見てください。はい。もう最高最高最高、すごくいい、最高最高。はい。いろいろとこう、厳選というものをしたやつですけども、まあ、ちょっとじゃあ、この、編成で、多分、鎧のことも行くので、これは準備しておきましょう。やっぱね、その勇姿を見るってなったらバトルタワーですよ。はい、バトルタワーで見ましょう、見ましょう。ちょっとじゃあここで、シングルバトル。ここで、お手持ち、ガチパがね、こっちにいますけど、ガチパの中に紛れ込むこの、キャラグリ、キテルグマ。でもキテルグマ強いですから。まあ、これで行きましょうか、とりあえず。勝てると思う。まあ、ヤドンとか使わないんでね。どうしようかな。まず巨大マックス見ちゃうか。まず巨大マックス見ちゃおう。うん。それは大事や、やっぱり。で、キャラグリとチャボーズ入れて、OK。完了です。行きましょう。さあ、これは相手は誰なの？おーおーおー、コックさん。じっくりことこと味付けしたポケモン。堪能あれ。ね。あのお玉を使わないのに持ってきたんだろうな。キャラ作りのために。はい。いつもお疲れ様です。V4。V4 って名前で、鶏を扱うな、お前。鉄火人だ。鉄火人かい。さあ、でもね。関係ありませんよ。どんな奴が来ようと。さあ行きましょう。ゴリランダーの、ダイマックス。あれ巨大マックスになれないぞ。こいつ慣れないやつもしかして。はい、すいません。早とちりしました。巨大マックスできません。はい、できないので、ここは、普通に倒しましょう。普通に倒しちゃおうよ。さあ、ここはでもね、ろくなダメージ与えられないので、もう爆音波よ。虫のさざめきよ。虫のささみきて、ぐえー、おー、よく耐えた。よく耐えたね。オッケー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 。ダメんじゃねえぞ。爆音。ドカーン。あ、そんなに効かねえね。うん。あ、まずい。そうだ、加速持ってんだ、こいつ。やばいな、これ。ちょっと待って、待って、待って。それは大丈夫。から、戦う。でも戦ってもしゃあないな。耐えらんないからな。でも交代してもしゃあないんだよ。だから、いや、ここは受けのキャラグリ。
どうせスピード勝てないから、受けのキャラ繰りからの一発ドカン、これどう。はい、キャラ繰り見てくれ、このフィジカル。はい、虫のその右、虫なんかいたかもかゆくもないぜー。はい、しかも反動受けちゃった。あなた加速も加速しまくってるから、もう倒すしかないから、もうこいつは受けて受けて倒す。というわけで、今ここはね、怪力捨てみたくも捨てみたくるかな。ここはうん、ダメージ与えるわけ。えっ、すらやばい、飛行は痛い。まずいな、めちゃくちゃ加速してるちょっと待って、おいこいつにやられるんじゃないだろうな。ちょっとチャボーズ、チャボーズいけ、チャボーズ、よし、チャボーズで行くしかねえよ。もうとりあえず空やぶで、空やぶするしかない。まずはな、ロッキー空やぶすんのはいいんだけど、パリーンと、そうで、自分の防御下げて特防が下がって、攻撃と特攻と素早さグーン、素早さグーンでも加速がね多分勝てないから、こうなったらもうダイマックスするしかない。で威力の高い方、相手の防御5ターン目、サイコフィールド、あーサイコフィールドにしようかな、サイコフィールドにしようか、サイコフィールドってなんだっけ、まあやめとこう、よし相手の防御下げる、大砲いきます。さあこんな戦いになるとは思わなかった、鉄火人にボコされるとは思わなかった俺だって。しかしここはドン、いよいよよ、まずはチャボーズで全部上がってるから、スライスとかも初めて見たかも、下手したらホットですの、ね、ダイマックスシャドウブ、いやーよかった、耐える耐える耐える、耐えるってじゃん、ふざけるなよお前、力の弾かそれ、何のことかと思ったわずっと。はい、 OK、 よし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 、でこうなったらこっからはねちょっと独壇場よ。なんでかというと、さあどんなポケモンよりもねスピード速いから、だったらもうここはね、はい、防御下げる、はい、大フォローよ、ほらうがっドカーン、しかもイルコもバスン、うん、特攻上がってるからね、キャッキャッキャッ、急所だよかった、急所なかったら倒れてなかったかも。 OK、 でも硬そうなラプラス倒して、さあソルロック、岩タイプだっけな、岩エスパーかな、岩ゴースト、あれ岩ゴーストだっけ、ソルロ、あ岩エスパーだよね、このままいっちゃうよ、大フォロー3発で、えこのままいっちゃうよ、はい、うん、刺さっちゃうと耐えらんないよ、ソドック。はい、オフで、ね。はい。びっくりした。鉄管に三立てされるとこあった。勘違いから始まった戦いで、鉄管に三立てされたらちょっとね、僕の鎧の孤島へのね、意欲が、完全にそがれるところでした。はい。本当に根性してませんよ。知ってるよ。大丈夫だよ、そんなの。最近はでもね、怖いからね、SNS とかね、これちょっとでも言ったら、え、あなたポケモン、煮込んでるんですかつって、本当に怒られるから。ね、やっぱ言わない方がいい。よし !OKOKOK。これでね、勝負の勘は取り戻せました。はい。勘違いから始まった戦いではございましたけども、僕のポケモンの勝負の勘、これ取り戻せたので、これ鎧の孤島怖くないですよ。さあ、鎧の孤島に、新しいポケモンもたくさん追加されますけども、その中に私、ニョロモ、ニョロゾ、ニョロボ、そしてニョロトノの、ニョロシリーズの、ポケモンたちが追加されるという情報を、すでに、ゲットしております。このポケモンたち、私が最も愛する、ポケモンでございます。特にニョロボン。はい、ニョロボンは本当に僕大好きなポケモンで、そのニョロボンが好きっていう部分からちょっとね、すいません、ちょっとこのキャラグリにね、着てるぐまいにそのニョロボンのなんか影をね、ちょっとね、重ねてる部分ある。こう、大きくてモリモリで、そして格闘タイプを持っているという、はい。まあ、ニョロボは水格闘なんですけど、はい、なんでちょっとニョロ、まずはね、ニョロモをね、僕捕まえるとこから始まると思うんですよ。はい。なんでそこら辺もちょっと楽しみにしながらなんですけども、まあ、新しいポケモンへの心構え、そしてね、ヤドンゲットもしてない方はぜひとお待ちして、鎧のことは夜からということなので、はい、6月17日の本日の夜から、DLC で来る、この新しい冒険を皆さんも一緒に楽しんでください。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。
チャンネル登録お願いします。